はい、皆さんおはようございます。安弘です。今回皆さんにご紹介するのは強小の新製品ミニッツ 4x4 キャタッピ化、M&J 完成キャタッピ4個セット入荷しましたというので、見てみたいと思います。はい、安弘です。M&J 完成キャタッピミニッツ 4x4 専用オプション4個セット、価格は1万1000のところ、8250円、これ税込みですね。現在在庫があります。どのようなものか見てみたいと思います。以前表彰でご紹介したキタッピなんですけども、これを M&J というところが、作って、販売しているところですね。ですから多少手数料が入りますが、まあ、8250円だったら、まあ、そんな高くもないかなという感じなんですけど、こういう感じになります。そうですね、新型のハイブリッドパーツが付属ということですね。こんな感じになっています。そして、取り付けますとこんな感じになります。そんなところですね。概要としましては、完成キャタッピは M&J 紹介の製品です。ボールベアリングを除き 100% 純日本製ということですね。ビス1本で簡単に取り付けが可能になっています。タイヤでは走行不可能な路面にも対応、ユニット自体の回転をソフトに制御ということになりますね。ベルトが脱輪しにくい本格デザイン、アプローチアングル、デパーチャーアングル、ロードクリアランス、トラッカビリティ、グリップは好調となります。4個1台分ですね。そしてミニッツ 4x4 全モデルに対応、スピアパーツにはベルトクローラー、ユニットキャタッピ、ミニッツ 4x4 2個入り、ナンバー MXW009 の使用可能、キャタッピ臭のみ、スピアパーツにはキャタッピ用スピア臭20ピースパック MXW009 用 MXW009 の位置が使用可能。ジムニーには一部干渉するので、ボディカットまたはリフトアップが必要です。メタルフロントハブセット、ナンバー MXW005 との併用は不可になってますね。ダイキャストフロントハブアクセルケース MXW008 との、併用は可能です。完成キャタッピについてのお問い合わせはこちらってなってます。そして、関連商品としましては、ベルトクローラーユニット、キャタッピーミニッツ 4x4 用2個入り、MXW009 価格は4620円、これは作る方ですね。ですからこれが2個必要ですということですね。それと、キャタッピー用、スペアシュー、20ピースパック MXW009 の位置です。そして、ボディリフトパーツセット 10mm ミニッツ 4x4 用 MXW009 の3ですね。価格は660円、現在在庫があります。そんなところです。